はいどうもこんにちは、みやみやみーです。いやー早いですね、1年がもう早いもので今年もあとわずか。いやこの数年、まあこの10年といっても早かったけど、特にこの数年はとびきり早かったですね。今年なんてもう本当まだねつい最近始まったような気がするけど、もう残すところあとわずかですよ。なんかでもね、なんだろう、街もだんだん皆さんの動きがですね、活発になってきて、今年は賑やかな年末かもしれませんね、ひょっとしたら。うん、ね、いつもであれば私も年末が繰り出したいとこではあるのですが、今年はどうなることやら。なんか最近ね、皆さんの、ツイートとか見てると、いろいろまたイベントとかね、いろんなものが再開されて、あ楽しそうだなとか、まあね、皆さん夜な夜な遊びに出かけたりしてるのを見てね、ああいいね、またみんなに会いたいねとか思ったりもするのですが、ちょっと私くしちょっとこの11月12月などの年末はですね、非常にちょっと個人的には忙しい時期に入りまして、なかなかね休みが取れない状況です。ちょっとねこの YouTube も更新がどうなるかちょっと不安なところではあるんですけども、もう本当ね最近ちょっともう年のせいか疲れてしまって、もう体力が持たないんですよね。本当休みの日は休むためにあるみたいな、本当休むための休みになってしまっていて、なかなか行動ができてないので、ただねまあ人生短い、あっという間ですのでね、もうなんか本当は無理してでも活動して悔いのない人生を送りたいと思ってるのですが、いかんせん体力がなくてね、非常に困ったものです。なんかねまた皆さんとね会えるチャンスがあればお会いして一緒にね話したり遊んだりとかしたいとこだし、もうぜひぜひね、もう本当会いたいです。でちょっとね私ちょっと忙しいんで、ちょっとひょっとしたらこの YouTube 更新もちょっと間が空いたりするかもしれないんですけども、なるべく頑張ろうとは思っています。今毎週ずっと、ね、毎週1個のペースでね更新してるけど、いかんせんねネタを探すのが大変なんですよ。歌物とおしゃべり物とかいろいろ雑談物あるんですけれども、歌物はですね、もともとなんだろう、私まあVK とかメタルとかが好きなんですけども、なかなかね音源を探すのが大変なんですよね。で音源がねなかなかなくて、もともとなんか歌いたいっていうか、私の歌える歌がですねの音源を探すのが大変。でそれがあればまだあれなんですけど、ちょっとね私好きな音楽がちょっとなかなかそういう一般的な音源にはないようなのが好きなので、ね、本来やりたいものはちょっと その辺とかで、ちょっとなんかで結局なんかアニソンとかのね好きな曲とか歌ってるんですけども、ね、その辺がちょっと苦労してます。みんなどうしてんだろうね、音源作ってくれる人とかがいるのかな。あとはねまあちょっとねこうやってちょっとでもなんかおしゃべり雑談でもなんか面白いことがあったらねお話ししたいとは思ってますのでね、頑張ろうと思いますので、またよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、じゃあまたねー。